今日は本当に、学園祭にね呼んでいただいて、そして皆さん来ていただいてどうもありがとうございました。やっぱりね本当に学園祭ってすっごい楽しくて、私大好きで、やっぱりね来年もまた行きたいななんて思いますので、ぜひね、まあ私が学園祭やってるところを見つけたりとかしたら、ぜひ遊びに来てください。皆さんの、学校のね学園祭は今日で終わりですか？もう終わっちゃったの？もう終わり？ねえ、本当に学園祭ってね年に一度のことなんで、やっぱり今日のコンサートが一番良かったななんて思っていただければ幸せです。まあね本当に、まあもうすぐね今年90年が終わってしまうということで、すごい早いななんて思って、まあ去年20歳で今年ね21でもちろんそうなんですけども、やっぱりすごいなんていうのかな、あっという間の1年じゃなかったですか？みんな違います？早かったですよね。なんかすごい早くて、やっぱりなんかトントン拍子にね本当になんかここまでなんか、まあ、この11月もうすぐね明後日かな12月はね早いななんて感じがするんですけども、でもまた学園祭が終わってね、ツアーが始まるんで、なんかまあ、なんか風邪とかひいていられないなみたいな感じなんですけども、やっぱりこれからライブがねやっぱり自分の中で一番好きだし、一人でもね多くの皆さんに見ていただけたらいいなと思ってますので、ぜひ本当に今日ね初めて見に来た方が多分ほとんどだと思うんですけども、やっぱり違う人もねもちろんいると思うんですけども、やっぱり、一人でもね、一人でも多くの皆さんに見ていただくために森高は頑張っていきたいと思いますので、ぜひあなたコンサート遊びに来てください。それでは、まあ、学園祭今年の学園祭最後の曲となりました。皆さん知っている方があれば一緒に歌ってください。抱いて